こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。チェコの世界遺産巡りの旅をお送りしています。今日はリドミシュル城からゼレナホラの巡礼教会、そしてブルノです。本日行動予定の地図です。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。7月16日、オロモウツの宿のレストランで朝食をいただきます。水みたいのがついています。これ何でしょう？聞きました。コーヒーを飲んだ後に飲む水だそうです。オロモウツの街を出ますが、なんか変です。踏切です。先頭を走るとわからないことが多い。遮断機がないので気をつけないといけません。高速道路のようなところを走ります。宿の人に聞いたら、この区間は無料だと言います。リトミシュルに向かっていますが、渋滞中です。実は前の車、私のすぐ後ろにいたのですが、追い越しました。こんな渋滞の中でも追い越すのでしょうか。渋滞しているので裏道を走ったら、こんなところに出てきました。リトミシュル城の裏手になります。門をくぐり抜けます。リトミシュル城です。この城は1568年から1581年にかけて建てられたルネサンス様式の城郭です。北イタリアの建築家によって建てられました。外壁はスグラフィット装飾で覆われています。スグラフィット装飾とは、黒褐色の漆喰を塗り、その上に白色の塗料を塗ります。乾いたらその白の部分を削り、下の黒の部分を出して装飾画とします。中庭には大スグラフィット装飾が描かれています。日時計も趣があります。内部はガイドツアーでしか入れません。日本語の解説が用意されていたので入ることにしました。ここでは主だったところを紹介します。家族劇場が城内にあります。バルコニーは高貴な家柄の人向けの場所です。中庭に面してルネサンス様式がうかがえる中楼があります。チェコ語の案内なので、渡された冊子を見るしかありません。大スグラフィット装飾を近くで見れます。シャンデリアは映画アマデウスで使われたものをここに贈呈されました。新使用音楽室には1826年にウィーンで作られたオルゴールがあります。使用人の部屋です。馬乗り入れ用大広間です。城主が馬を好きだったようです。馬の頭の形が変わった特殊な馬を飼っていました。現在、同種の馬は大半が絶滅してしまい、この地に数少なく残っているだけと言います。かなり端折りましたが、約1時間の見学は終了です。お城の向かいの建物はかつてビール製造所だったところで、現在は音楽家スメタナの成果を再現した記念館となっています。お城の斜め向かいに聖十字架発見教会があります。その脇のトンネルを下ると下の町に出ます。スメタナ広場といい、チェコらしい広場です。その一角にスメタナの像があります。リトミシュルからゼレナホラへの道がややこしい。まっすぐ行く道がないので山道を通ります。ゼレナホラに着きました。近づいても動じません。人
となれしているのでしょうか。参道のようなところを通ります。見えてきました。聖ネポムツキ巡礼教会です。ゼレナホラとは緑の丘という意味です。その丘から眺める景色です。ゼレナホラの巡礼教会として世界遺産に登録されています。聖ネポムツキを祀る教会として作られました。普通の教会とは違う形です。聖ネポムツキの伝説があります。伝説によると、王妃付きの司祭でもあったネポムツキは、国王に王妃の懺悔の内容を教えるように強要されるが、これを拒否。拷問でも口を割らなかったため、ネポムツキは1393年にプラハのバルタバー川に投げ込まれてしまいます。この時ネポムツキは53歳。ネポムツキの魂が天に昇る時、5つの星が現れバルタバー川に浮かんだといいます。それから約330年後にプラハの聖ヴィート大聖堂にあった彼の墓を開けてみると、舌だけが元の形をとどめていたと言われる。このため5と3にこだわってこの教会は建てられました。教会自体も五角形の星形です。教会に入ります。日本語の解説書が嬉しい。主祭壇です。5つの星があしらわれた球体の上に聖ネポムツキが立っています。天井には舌をかたどった赤いものがあります。蓋も五角形です。ドアの部分も五角形です。これで聖ネポムツキ巡礼教会を後にします。ブルノには高速道路で向かいます。サービスエリアで高速チケットなるものを購入します。どの部分が有料なのかも分かっていません。でもないよりあった方が安心します。それに10日間有効というのが嬉しい。やはり高速道路を使うと早い。ブルノは大きな町です。迷いながらもなんとか宿に向かっています。宿の近くに止めました。それらしき場所に行くも鍵がかかっています。呼び鈴もありません。民宿でレセプションがないということで、事前に到着の時間を知らせてほしいとのことでしたので、昨日苦労しながら電話したのですが、うまく伝わっていなかったのでしょうか。近くのお店のおばさんに頼み込んで電話をしてもらいました。ピンク色の建物がその民宿でした。個人旅行でこういうトラブルはしょうがないです。この地に宿を選んだのはトゥーゲントハートテの近くだという理由です。これがインターホン？とにかく押してみると、予約してあるかと聞かれます。そんなのしてません。外観だけ見て帰ろうかと思った時に中の人が出てきました。明日の予約ならできると言います。明日ね、明日の予定は幾分余裕がありそうなので10時に予約しました。それなりに時間があるのでブルノの市街に行こうと思えば行けるのですが、やめます。こちら方面がブルノの市街です。シュペルベルク城を遠くに見て終了です。20ユーロの部屋ですが1人には十分です。オロモーツから半円を描くようにしてブルノに到着です。チェコの全体図です。ブルノはプラハの南東の地にあります。
いかがでしたか？旅は永遠に続きます。明日はトゥーゲンハート邸からレドニツェ・バルティツェです。ご視聴ありがとうございました。